吉田俊夫総合造形専攻の立体分野を担当しています。今やってることは全部正しいと思う。弱い感じで向こうにどっちかというと奥に行かせるような感じで東京芸大の彫刻を出まして、まあ、その後大学院を修了しました。でその後ですね、まあ、いろいろ、予備校の先生とかあと専門学校の先生、まあ、大体先生の仕事をずっとやってたんですけども、まあ、30を境、まあ、30の時に、まあ、このままずっとやるのもちょっとなと思って、海外での仕事があったのでそちらの方に募集したところ行くことになって、中米のエルサルバドルという国だったんですけどもそこの美術学校で彫刻の先生を2年間やりました。その後ですね、まあ、帰国しまして、まあ、また元、まあ、また1年ぐらいはちょっと教える仕事をしてたんですけどもその1年後にここの文政芸大の助手として入ってで今に至るという感じですね。立体分野なんで、主に彫刻なんですけども、そうですね、あまり素材にそれほどこだわってるかっていうとそうでもなくて何かこう手を動かして物を作るっていうことがやっぱり好きなんですよね。で、まあ、それが一番叶う分野っていうのが彫刻だったっていうのがあってで、自分で、まあ、ここの大学に来てテラコッタの研究をずっと続けてたんですけども、僕自身はテラコッタにすごくこだわってるわけでもなく造形物立体物を作るっていうことがすごく興味があってでやっぱりその素材テラコッタはテラコッタの素材の面白さがあって例えば石とか木とかにしてもそれぞれの素材の面白さがあるんで、まあ、それをどういうふうに生かしていくのかっていうことでいろんな素材を使って研究してます。今ですね木彫を中心にやってますね。テラコッタじゃあやめたのかってそうでもないんですけどやっぱりちょっと目先変えられるので、いろんな意味でこうなんか同じことをずっとやるよりも他のものをこういじると、また違った意味でテラコッタの良さも見えてきたりとかそういうことがあるので、まあ、そういった意味で、今は木彫をやってます。まあ、木彫は木彫ですごく面白いですね。やっぱり日本の昔からこうある技法があったりとかするんでそんな感じでやってますね。はい、まあ、僕自身が彫刻の専門なんで、彫刻に関することあと立体分野の学生に対して、彫刻的な表現とかあと立体物を作る時の、まあ、基礎的な考え方とか進め方っていうのを中心に教えてますね。それで1年生とかの基礎授業の中に、彫刻の授業があるんですけども、そっちの方もいくつか教えてまして、まあ、そっちは主に、塑造ですね。塑造を中心に、教えてます。で、立体分野の方に入ると専門に入ってくるのでもうちょっと素材を広げていって、まあ、石を彫ったり、木を彫ったり、テラコッタをやったり、石膏を使ったりとまあ、一通りの素材を体験してもらって、授業の中で取り入れてやってますね。やっぱりね、彫刻っていうのは僕すごく何だろう、教育方針の中で生きる力っていう言葉を聞いたことあると思うんですけどもやっぱり生きる力がすごくこう、備わるというか、例えばなんか作業してて大きいものを動かすときに、手伝ってもらわなきゃいけないとそうすると他の人にちょっとお願いしたりとかそういうコミュニケーション力も必要だし
あとはその実際にこう例えばサバイバルみたいにね、あの無人島に行ったりした時に、まあどういうふうにじゃあ、あの生きていくのかってなった時に、まあ彫刻でやってる、まあちょっと極端な話ですけども、彫刻でやってることも意外と役に立つんじゃないのかなとも思ってます。で、あの全員がみんながみんな彫刻家になるとは僕は思ってなくて、もちろんそれも望んでるんですけども、やっぱりそれを生かして、将来何かやっぱりそういうものをこう作っていったりとか、あるいはその何かの目標に到達する途中いろんな工夫をするっていう、まあ、そういう努力をすることをやっぱり学生には体験してもらいたいなっていうのと、学んでいってもらいたいなっていうのが非常、僕の場合は非常にその辺にウェイトをかけて、授業の中で実践できるようにしてます。それはね、今の学生、まあ、自分が学生だった時のことも含めてなんですけども、やっぱりそこで一緒に学んでた友達っていうか知り合った人たちっていうのはすごく大きいんじゃないのかなっていうふうに思うんですよ。やっぱり未だに他の僕の友達の何人かがこう活躍してて、 あいつ頑張ってるな、じゃあ俺も頑張んなきゃなとかっていうふうに思えるような、やっぱり友達はやっぱりたくさん作って、でここはすごく小さい大学だから、すごくこう横のつながりがね、広げようと思えばすごく広がっていくとこなん で授業もそういうカリキュラムになってますから、だから僕が言ってた専門が4年間ずっと同じ専門でやるっていうところとはまた違って、そういった意味ではすごく逆に羨ましいなっていう部分もあるぐらいで、そういうところは学生に得てもらいたいっていう意味ではいっぱいたくさん友人を作ってもらって、で、やっぱりそういう人たちが同じような時期に同じような悩みを持ってたりするんで、いろいろな悩み相談に乗ってもらったりとか、人生の中ですごく大事な存在になってくるんじゃないのかなと、そこが僕はすごく大事なのかなっていうふうに、技術的なものとかね、素材体験とかそういったものはどこの大学でもやれるとは思うんですけども、やっぱこの田舎、栃木県のね、地方の小さな大学で、いろんな専攻の人と交流していろんなことを語り合ってっていう、そういうことができるのは一つの財産としていっぱいこう作っていって、広げていってもらいたいなって今の学生にはちょっと言いたいですね。やっぱり今こういうリモートとかのコロナ対策とかでリモートやってたりして、デジタル、バーチャルとかね、デジタルとかそっちがやっぱりすごくこう主流になってるというか、 そちらの方がすごくこう取り上げられてる部分が多いと思うんですけども、僕はデジタル的な表現っていうのはその表現で、すごくそっちが悪いとか、どうなんだっていうような言い方はしたくないんですけども、ただそのなんか物を作るというか、物が本当にそこに存在する、実際に存在するっていうことがね、彫刻をやってて一番やっぱりそれが励みになるし、自分の中ですごくこう楽しみでもあるし、逆に苦しみでもあったりとか、だからパソコンのバーチャルな世界で何かものを作ることも非常にいいことだとは思うんだけど、そっちがどん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 こう進んでいくとね、なんか逆に、実際にこう美術大学とかでやってるものをアナログでものを作ったりする方がどんどん取り残されていくのかなっていう風な危機感もあるんですが、逆にそっちがどんどん進んでいくと、やっぱり人間っていうのは物があることに
飢えてくるんじゃないかなと思ってて、で、まあ、彫刻とか立体とかっていうのは実際にそのあるもの、そこにあるものをこう作って手で触って、感じてやっていく分野なんでね、その部分をやっぱりこれから、もう一回見直すと、なんかうまい、なんていうのかな、表現の仕方でまだいろいろ見つけられるんじゃないのかなっていう、でそれをやっぱり学生と一緒に見つけられるとすごく面白いけどなって、今やっぱり若い人は若い人でいろんな考え方持ってて、で僕はまあ30年ぐらい違うのかな、学生と年齢的に言うとね。でそうなってくるとやっぱり自分が子どもの頃と今の学生とはだいぶ違うんでね、学生が持ってる新しい感覚みたいなのを理解できないんじゃなくて、なんかそれをうまく取り入れて、作品の位置づけというか方向性というか、そういうことを一緒に考えられるような授業をしていきたいなっていうふうにいつも心がけてるんでね、まあ、今これから立体をやりたいなっていう学生に対してはやっぱりそういう、ものづくりの基本っていうか、なんかそこにある存在を作っていくことの上を、癒すことをね、もっと貪欲にやっていってもらいたいなっていうふうに思ってます。